こんにちは、藤田です。今回は完全な自動運転が実現すると世の中がどう変わるかを予想してみたという話をしていきたいと思います。今ですね、この本2030年すべてが加速する世界に備えようっていうですね、本を読んでるんですけど、ベストセラーになってるみたいでかなり面白い本ですね。で、この本の最初にですね、自動運転の未来について、書かれていました。で、そこで、今回はですね、完全な自動運転が実現すると、世の中がですね、どう変わるのかをですね、この著者のですね、未来の予想に私の試験を加えてですね、予想してみたいと思います。はい、今回の動画でお伝えする内容です。今までの常識が変わる自動運転の未来。通勤はどうなるのか。地方生活は不便ではないのか。こういった順番でお伝えしていきます。この動画でお伝えしているリンク先などの情報は動画の説明欄に貼り付けてあります。このタイミングでチャンネル登録しておいてもらいますと後から探しやすいかと思います。私のことをご存じない方多いと思います。簡単に自己紹介させてください。サクッと 1.5 倍速15秒ぐらいでお伝えしますので見てください。藤田博士と申します。ウェブ集客コンサルタントをやっています。大学卒業後15年ほどシステムエンジニアとしてサラリーマンをやっていました。脱サラ独立してフリーのコンサルタントとして14年ほどやってこれております。現在は顧問契約とオンライン講座をサービスとして提供しています。よろしくお願いします。はい、今までの常識が変わる自動運転の未来ということで、あと10年でですね、完全な自動運転が実用化されると言われています。今ですね、キムタックがですね、日産の CM でやっているオートパイロットありますよね。あれはですね、言うなれば序の口になりますね。あれはですね、高速道路でだけでしか使えなくてですね、加えてですね、ドライバーはですね、運転席に座って常に前を見ている必要があります。前を見てないとですね、機能しないんですね。もちろんですね、もうこれだけでもですね、十分すごいんですけど、もう十分、リラックスというか疲れませんし、いわゆる自動運転中いろんなことできますよね。音楽、いろんなものを聞いたりとかですね。ただですね、もう完全な自動運転になるとですね、もうこの凄さはですね、もう比較にならないということですね。まずですね、完全な自動運転ではですね、ドライバーが不要です。で、乗車している人はですね、車内で何をやっても OK で、車が勝手にですね、目的地に連れてってくれるっていうことなんですよね。つまり、自動車がですね、運転するものではなくて、利用するものという形態に変わるんですね。おそらくですね、運転免許証の存在意義っていうのはなくなると思います。さらにですね、自動車をですね、自分で所有する必要はなくなってですね、スマホで予約すればですね、自宅前まで来てくれて、目的地まで運んでくれるっていうものになると言われています。つまり車はですね、所有からシェア、レンタルはですね、当たり前になるということですね。で、このような状況が10年以内にほぼ確実に実現されると言われています。こうなると、今の自動車メーカーはですね、相当の縮小を余儀なくされますね。私は日本の自動車メーカーはトヨタを中心としてですね、一社程度に、統合されると思ってます。道路上のですね、車の大半がですね、完全な自動運転の車になればですね、渋滞っていうのはですね、ほとんど起こらなくなるはずですね。また、人為的なですね、交通事故もですね、ほとんど起こらなくなると思います。事故の発生率が極めて低くなるのであればですね、これまでのようなですね、頑健な衝突強度をですね、車体に求める必要がなくなるっていうことですね。で、加えて、いわゆるガソリンエンジンがですね、電気モーターに変わりますから、構造がすごくシンプルになります。今のガソリン車にですね、置ける技術のですね、燃費などのですね、差がですね、なくなる、優位性がですね、なくなるっていうことですね。構造がですね、シンプルになれば、ベンチャーによるですね、自動車運転の参入がですね、加速してですね、車体価格もですね、おそらく相当下がると思います。そして車の役割がですね、本来の移動に加えてですね、移動時間を快適に過ごすための空間というですね、役割が加わると思います。そのためですね、新たな快適な空間としての価値のですね、競争になるということですね。また、車のですね、価値観の変化は、自動車産業ですね、車社会を支えるサービスにもですね、非常に大きな変化を、影響をですね、与えると思います。自動車産業ですね、裾野がすごく広いって言われてるため、もう本当に社会全体にですね、激変が起こると思いますね。例えば、自動運転車はですね、昼間であればですね、常に動いてるっていうことになると思いますよね。どっかに呼ばれて、移動してるか、誰かにですね、誰かを乗せて運んでるかどっちかだと思います。ということは、
都心にはですね、駐車スペースっていうのはですね、必要なくなるんですね。つまり、都心にある今の駐車スペースっていうのはですね、すべて他の用途に転用が可能になります。また、街中にあるですね、ガソリンスタンドなんかもですね、ほぼ必要なくなるでしょうね。まあ、こういう感じでですね、考え始めるとですね、もうマイクにいとまないぐらいですね、いろんなサービスが消えたりですね、大きな変化をすることになりそうです。はい、通勤はどうなるのかっていうことで、車での移動時間が車内で、何でもできる時間になるとですね、通勤も変わりますね。そもそもですね、10年後はですね、リモートワークが当たり前になってですね、通勤自体が激減している可能性も高そうなんですけど、まあそうは言ってもですね、通勤がゼロになるっていうことはですね、ないと思います。大半の会社の場合はですね、1週間に数回程度の出社みたいな感じになるんじゃないでしょうか。そうなると、中途半端にですね、家賃や地代が高いですね、首都圏近郊に住んでることはですね、コスパが悪くて意味がなくなります。つまり、ほとんどのファミリー世帯にとってですね、中途半端に高くてですね、間取りも狭い首都圏の住居にですね、住む理由がですね、なくなっちゃうわけですね。仮にですね、週に数回の出社でよくて、しかも移動時間の車内での時間がですね、自由に使えるのであればですね、片道、3時間かかってもいいっていう人も当然出てきますよね。まあ移動時間中はですね、仕事もできますし、趣味の時間にもできますし、もちろん寝ててもいいですし、帰宅時はですね、飲んでてもいいわけですよね。さて、自動運転車で片道3時間でしたら、東京からどれぐらい移動できるでしょうか。一般道であってもですね、渋滞がなければ相当走れますし、高速使っちゃえばですね、100キロ単位で移動ができます。つまり、勤務先はですね、首都圏であっても、そういった時間をかけて移動する場所にですね、住む人がですね、普通に出てくる時代になると思います。もちろんですね、移動コストの問題はありますけど、これはですね、自動運転車での移動コストが、都心との家賃の差額プラス、会社からの交通費の合計にですね、合計より低くなるのがですね、ほぼ確実だと思われるので、問題ないと思います。はい、地方生活は不便ではないのかということで、まあそうは言ってもですね、ある程度の都市部に住まないと生活が不便ではないかっていうですね、考えもあると思いますね。買い物ができなかったり、医療が不便な生活になってしまっては、まあこれは本末転倒ですよね。そうなると、東京からそこそこ離れてもですね、今の、現在のいわゆる地方都市に住むことになってしまって、そうなるとですね、地代家賃ってそんな下がらないんじゃないかっていう考えも出てくると思うんですよね。ただこの問題もですね、10年後にはですね、想像を超えた変化をしているはずなんですね。まずですね、買い物なんですけど、もう何でも注文すればですね、数十分でドローンが届けてくれる時代になってるはずです。人が運ぶわけじゃないですから、まあ配送料はおそらく無料でしょう。で、医療はですね、遠隔医療がですね、当たり前になってて、まあそれ以前に診断ですね、もう大抵の診断ですね、もう AI がやってくれるという感じになってると思います。で、AI はですね、無理でどうしても医師がですね、必要なケース。まあ、こういうのは残るかどうかは別にして、仮にそんな状況になってもですね、遠隔で、高速 5G 通信でベテラン医師が対応するっていう感じになると思いますね。救急搬送はですね、専用の高速移動が可能なですね、自動車運転車が登場して、おそらく車内にはですね、まあ、研修費なんかがですね、乗っててですね、そのままですね、病院に運ぶまでもなくですね、そのまま車内で簡単な治療や処置が行われるんじゃないでしょうか。またですね、仮に僻地でのですね、救急搬送が必要になってもですね、人を運べるドローンが登場するので、問題なくなります。ところでですね、地方に人が移動するのであれば、逆に地方のですね、地代家賃がですね、上がるんじゃないかっていう考えもあるんですけど、おそらくですね、今の日本の人口がですね、減ってるので、上がる可能性は非常に低いですね。まあいいとこ今の価値がですね、維持される程度じゃないでしょうか。一方、首都圏のですね、地代家賃はどうなるかですけど、本当の中心部、千代田中央港ぐらいはですね、極端に下がることはないと思いますけど、そういった場所、中心以外のところはですね、確実に下がると思います。特にですね、都心から中途半端な距離にある1時間以内のですね、通勤圏の場所ですね、今人がいっぱい住んでいるような場所ですね、割高になるので、必ず下がると思います。はい、以上ですね、私の試験を加えた自動運転の未来の予想でした。まあもちろんですね、こんな未来は来ないと思うのもですね、
まあ、全然自由なんですけど、ただですね、技術革新の流れっていうのは止まらないので、完全自動運転車が登場すればですね、何らかの変化はですね、確実に起こると思うんですよね。まあ、何が起きそうかはですね、ある程度予想しておけばですね、変化が起き始めた際に、あたふたしないで済むんじゃないかと、私は思ってます。はい、副業への一言っていうことで、この本にはですね、自動運転以外にもですね、様々な未来の予想が書かれています。まあ実現するか否かは別にして、こういった予想をですね、知っているか知らないかでですね、発想はですね、かなり変わってくるんですよね。で、ビジネス面ではですね、これまでは個人や小さな会社ではですね、およそチャレンジできなかったですね、事業へのですね、挑戦もですね、未来には可能になります。未来してもそんな先じゃないですよ。10年以内ですよ。そういった時のですね、チャンスをですね、逃さないためにも、未来のことが書かれた本というのはですね、読んでおいた方がいいんじゃないかと、この本を読みながら私は思いました。はい、今回は以上です。今回の内容お役に立ったようでしたら、グッドボタンいただけると嬉しいです。はい、このチャンネルでは収入源を増やして複数収入源を得るための方法をご紹介しています。チャンネル登録していただけると嬉しいです。新たな収入源として私の一番のおすすめはあなたの持つノウハウをオンライン講座として作ってそれを売ることです。それに関する情報は動画の説明欄にリンクが貼り付けてありますので、ぜひそちらもご覧ください。はい、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。